皆さん、こんにちは、アシェでございます。続、新生引きこもり、パート17を始めていくよー。現在は1636年5月、シナリオ開始からちょうど54年が経過。真田軍は辞表から出ずに、引きこもりながら、攻めてくる敵と戦い、天下統一を目指しているところ。前回の真田家は、伊達軍とついに決戦。織田城近く、志田の地にて、伊達軍と初めての合戦を行い勝利し、伊達の持つ3つの城を寝返らせることに成功。さらにその後、伊達軍を宇都宮城に誘い、まんまと出陣させ、その宇都宮城近く、塩屋の地にて、伊達の大軍を打ち破る。これにより、さらに2つの城を寝返らせ、真田の城数を97に伸ばした。しかし、伊達軍にはまだまだ余力はある。伊達は多くの前線を持つ真田を、多方面進攻作戦を用いることで、その弱点をついてくる。果たして、真田家はこれらの攻撃をしのぎ、天下統一への道を、歩み続けることが、できるのだろうか。さて、現在真田は各地域で対応を迫られているところ。この辺りは落とされたくないところで、括弧で応戦をしている。敵兵が多いのは新婦城と、前回寝返らせた森山城。武将が少なくなってきた今、なかなか対応の難しい攻撃になってる。そして、岩村城。前回でどうするか迷ってるって言ってたんだけど、決断した。ここを伊達に渡すことにした。要するに、ここから大阪城までの西側を伊達に渡すという大きな決断。そうすると、この木曽福島と岩村間の細い道、木曽福島回廊や岩村回廊と呼ばれる真田の生命線を切られることになる。岩村は何年もかけて、かろうじて取れた城だけに、再度取り返すことは不可能な気もしてる。これが将来の敗着になる決断になるかもしれないほどの決断。とにかく、近畿を伊達に攻めてもらうための措置。この辺りは平野なので、威風さえ取れれば取り返すことはできる。問題は、威風を取れるだけの出陣を伊達がしてくれるのかどうか。なので、多くの城を伊達に与えて、確実に畿内を取り返すという構想。畿内をきっちり取ってから、103個を取れるかどうかという戦いに持っていく。信行兄さんはそれまで生きてくれるのか。真田の血脈、真田の歴史。その全てを注いで、目標達成のため、この難題に挑んでいく。よし、ということで、今日も真田の風を日の元に広げていくぞさて、前回で烏山城と大田原城を寝返らせた直後、この時の威風の影響で、田村さんのこちらに対する外交姿勢が有効になってた。田村さんとは最近、一応戦った形だったので貯めた信用はゼロになり、敵視状態で進前もしにくかった。この状態なら4ヶ月後には同盟が組めるくらいには信用を上げられる。成し遂げてみせまする。もし、田村家に隣接できた時に従属をさせられるのかまだわからない。信用を上げて同盟をできるようにもしておこう。思案のしどころです。城へ戻ります。そして、兄さんがこちら部隊は全員騎乗させた。さて、伊達は、大田原城を攻めてきてくれるのか。田村さん救出というちょっとしたクエストのクリアを目指してるだけなのに、異様に緊張をしてしまっている。そして、今回の開始から約半月後、よし、松平康重が守る府中城、敵を撤退させられたかな。康重、次は森山城の守りについてくれ、頼む。感謝いたす。相手が悪かったと。新婦城に来てる敵は3倍以上いるけど大丈夫。徳川の兵は強し。そして、今回の開始から20日ほどが過ぎた時。来たー。やった来た、来たぞ来た、嬉しい、大田原城に来てるよ来てる。問題はいくつ来てるかだな。頼む、8部隊以上でいいぞ、12とか贅沢は言わない。9か、9だな、いいぞいいぞ、余裕はないけれども。来てた矢印の数で12はないなって思ってはいた。須賀川城までは平地っぽいし空中で行けるとは思ってる。問題は、城から一路東にある大野の軍で、8部隊を集められるかどうか。早めに来る敵7師3戦弱の部隊が気になるところか。それとあとね、これダメだと思った問題があって。何かというと、田村さんと伊達との同盟が残り1ヶ月。10日後の7月に切れるのか、それとも一月先の8月に切れるのか。ってのがあって、同盟が切れると、停戦3ヶ月になるんだけど、その時、田村領を通ろうとしている伊達部隊は、退却を始めちゃう気がする。田村領を通過する伊達部隊は9のうち4もある。その4部隊はどれも田村領手前で7月を迎えるのは間違いない。8月ですら難しそうと思えるのが3つある。経験として、豊臣と徳川の同盟が切れた瞬間に、徳川領内にいた豊臣部隊が退却を始めたのを見てるので、これはダメだ、多分ダメだこれ、とここで思った。ただ、8
8月に関しては微妙な距離感で、もしかしていけるのかもしれない。でも切れるのは7月だよなーって感じ。一部隊だけ帰っちゃうならまだいけるんだけどね。まあやってみないとまだわからない、ということで時間を進めた。今回も壁役用の七師三部隊を4つ出すことにしたよ。そして、数日後、烏山城に入れた榊原忠次も壁役として出すことにした。そして時間を進めるとすぐ、7月になった。これは松平康成の声、森山城が取り憑かれた模様。で、田村さん、同盟切れた？あ、残り28日になってる。よかった、8月か。まだ希望は残ってるんかな。この一番前の舞台で28日後、どうなるんだろ。ちょうど通過したってくらいじゃないのかな。ちょっとわからない。一番後ろの伊達舞台は絶対ダメそう。距離がありすぎる。これは、三舞台通過、なんとなく無理っぽいが、どうなるのか。そしてここで、合戦用舞台を出陣させたよ。時間進行。お、来たー。貴殿にお仕えします。来た来た、天草四郎の東洋、武神から来てくれた。島原の乱を指揮した人物、特性を3つ持ってる時点で優秀すぎる。さらにそれが構成と法術っていうのがすごくいい。現在16歳、ここではあと55年生きてくれる、素晴らしい。そして、これは7月の半ば。いやー、やばい、ここを通過予定の戦闘部隊が今通過してるところ。行くさぞ。今、その戦闘部隊が田村領を抜けた。そして、あと2部隊が侵入するところ。あ、ここ、ぶつかってるところも見ておかないとだ。あ、もう8月になる、田村さんの同盟が切れる。あらー、通過できていない。退却しそう。月が変わった。あ、やった、まっすぐ来てる。最後の舞台は退却したな。いやー、これは地味にめちゃくちゃ嬉しかった場面。これで8舞台ギリギリだよ。ギリギリだ、田村救出、ギリギリだ。あ、豊臣の同盟が切れそうなんだけど、親善断ってるからダメだわ。拒否されて同盟延長ができない。あと停戦3ヶ月はあるけれど、その後攻められるかも。真田を抜いて、大田原城には。8だな、よしよし、ちゃんと8ある。これ、硫黄野で足止めすることで、後続を早く捕まえることができる。これは、川越城城主の大久保忠隆の声、取り憑かれたようだ。そこから10日ほどが経過、敵は7まで集まった。この敵部隊が、ここに来ればいける計算。もうちょっと、田村救出、もうちょっと。こちら壁も敵も大丈夫だ。よし、これで、いけたかな、どうだ。シアンのしどころです。よっしゃ来たー、敵8。ああ、よかったよかった。威風中、これはさすがに届くよね。左側に山はあるけれど、おおむね、平地だよね。威風中で軍一個だけってあるにはあるけれど、距離があったり山が深かったりだしね。暴風林はなさそうだし。大田原城から部隊を出して、こちらは7。硫黄野の戦い。おお、高台マップじゃないか。これは燃える、田村さん待っててくれ、すぐ終わらせるぜ。回戦じゃあ。はい、合戦は特に見せ場なく、すぐに終わった。よし、それよりも楽しみな威風だ、さすがに大丈夫だよね。我らの名を轟かせてくれよ。え。ちょっと待って、めちゃくちゃショックなことが起こったんだけど。田村さん救出、ぬか喜びしただけで終わったじゃん。やばい、これはショックが大きい。もしかして、田村さんのこと、好きだったのかもしれない。いかなる手を打つか。いや、まだだ、まだ終わらんよ。まだ田村家は生きてる。伊達家との停戦の終了が11月、まだ2ヶ月半も、残ってるじゃないか。それに、伊達が田村さんを攻めずに、こちら大田原城に風況ができる軍勢を送ってくる。そんな可能性もあるじゃないか。とりあえず、進めていくしかないな。そこから半月が経過し、9月になった。ここで、飯山城に来てる敵を処理しておきたいと思ったので、本拠海津城に移した。とにかく、隙があれば合戦で敵一掃、これが大事。
ぼちぼち倒してると、敵出陣が来た時に、変に分散しちゃう。だとなるぞ。そして、時間を進めた。東の伊達は、しばらく兵の回復が必要だろうなーって思っていた時。うおうおう、来た、大田原城。部隊は、部隊数はどうだ。慌ててる慌ててる。落ち着け、落ち着くんだ。よしやった、1ページある、1ページはあるぞ。多いぞ、18部隊だ、ここに来て18部隊が来てる。来たかもこれ、やったやった。よし、間違いない、大田原城に18部隊、約6万。まだ油断はできないぞ、ここから分散する可能性は大いにある。それに、伊達部隊は田村領を迂回してこっちに来るみたいだけど。これらの行軍途中に田村さんと伊達の手は切れる。その時に、進路変更をして田村さんを攻めるかもしれない。出陣していない伊達の城から攻められて滅亡するかもしれない。まあ、その辺はどうしようもないので。とにかく、こちらは威風峡のセッティングを頑張るしかないな。そしてここで、愚心の引き抜きがあったので見てみると、なんと、伊達にいる南攻防展開が忠誠を真っ赤にしているのが分かった。展開は今101歳だけど、108歳まで生きるんだったかな。展開はずっと隣接していない豊臣の城にいたんだよね。ようやく手に入れられる展開がやってきたか。よし、この引き抜きはやっておこう。さて、伊達部隊の進路変更を極力防ぐように動きたい。こういう出陣が来るかもってことで、移転していた信行兄さん。戦略マップ上で敵兵力を削ると、そこに敵は応援を送ろうとするんだよね。道場で極力敵を倒さないようにするか。一番いいのが合戦をして敵を一掃してしまうこと。この南側は大田原城に攻めてきている伊達部隊と関係がないから気楽。まあ、通常のプレイだと何の役にも立たない知識だと思う。そしてここ、飯山城の敵は一掃した。あとは宇都宮の28本槍が1人、稲津重政1万、20002軍を取り返してもらおう。あとここ、沼田城、敵が1部隊だけ1500できてるんだよね。これを倒して安心したい、敵の矢印が出そうで怖い。あかん、めっちゃ緊張する。矢印、来ないでくれよ、頼む。よし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 、これで沼田に来てる敵はいなくなった。北側の伊達は、大田原城に来てる部隊だけになったな。これで、絶対に他に進路変更しないってわけじゃないんだけどね。よし、兄さんが海津城に帰ってきたので、本拠八方に戻そう。そこから間もなくして、10月になった。よしよし、田村さんの信用が60になった。これで同盟はできる。伊達と田村さんの停戦切れまであと1ヶ月か。そろそろ合戦用の部隊を出そう。出陣の影響で、進路が変わるとかあったら嫌だなーって思うけど、出さざるを得ないから仕方がない。今はどう？変更はないよね？よしよし、変更なし、敵18部隊。そして、時間を進めると。いやー、やめてー、嘘でしょ。勘弁してよー。結局、沼田城に来るんかい。この勢力図の形は、どうしてもこうなっちゃうのよね。あ、いや、大丈夫か。沼田に4流れて、大田原城にはまだ14ある。まだ行ける、まだ参る。大体4単位で流れるんだよね。あと飯山とかに流れると終わっちゃう。父を死んだ。引く。今のは森山城での戦いで倒されたこちら国衆。これもう、ほんと進路変更が怖くて、ヒヤヒヤしっぱなし。敵勢、退けたり。森山城はなんとか守れたようだ。おお、よしよし、展開の引き抜きに成功した。使えるとするか。そして、伊達と田村さんが完全に手が切れる11月を迎える。嫌だ、矢印嫌だ、トラウマになる。あいやあ、しまった、関東に気を取られすぎたか。真田家、初めての城陥落。よろしいですか。そして、豊臣との同盟が終わってからの停戦も切れた。あ、田村さん何してるの？なんか、伊達領の軍を取りに行ってる。なるほど、そこは三春城範囲の軍なのね。こちらは田村さん救出でヒヤヒヤした思いをずっとしてるのに。田村さんはどこ吹く風、我関せずって感じの動きしとるな。城開けたら攻められやすくなるんじゃね、大丈夫なのか。11月になって5日ほど過ぎて、今のところ攻められてはいないようだ。大田原城、まだ敵14部隊はあるな。それで、豊臣との手も切れたんだけど。まだ交渉はできない状態。だけどもうね、豊臣との同盟はやめようかなって思ってる。伊達の城を攻めたりしちゃうのでそれが嫌だし。豊臣武将に有言や引き抜きができないのが痛い。めちゃくちゃ怖いけどね。柚木城の立花宗茂、兵2万とかあるし。
困難に攻められたら兄さんが行かないと防げない気がする。宗茂の寿命まであと7年くらい。それと臼杵城の松平信綱なんて兄さんより先まで生きるしね。怖いよ怖い。そして、岩村城を取られた。ここ、伊達と合戦して威風京を取らせるという選択もあった。時間的な余裕はあったけど、今回はやめておいた。威風って勝てば周囲勢力との外交関係が良くなるけど、負けたらどうなるのか、これに不安があった。田村さんとの関係が悪くなって従属や同盟ができない。なんて事態を恐れてしまった。大丈夫そうではあるけれども慎重にやる。そして、時間を進める。伊達部隊があと3つ、他に流れたら終わり。これ、硫黄ので戦わないと威風京でも怖いので、そろそろぶつけに行こう。あ、カラス山の旧社建設が完了、労力が戻ってきたので、豊臣の井伊直勝への有言をしよう。井伊直政の子で優秀、兄さんと同じくらいまで生きてくれる。ここまで有言チャンスがなかったから、これをしたかった。ことを始めます。こっち当てたのは水の勝成で強いんだけど、こっちに来る敵部隊もちょうど強いので大丈夫だった。そこから数日後、兄さんが範囲内に到着。これは感動した。主の中で、すごく盛り上がった。いけたんだよねー、硫黄ので敵13部隊、威風京。これ、ほんとすごい、田村さんの救出、2点3点したけど、これで、確定じゃない?行くぞ。そして大田原城の城主設定を忘れてた、七子山出陣。今回はセッティング自体は難しくなく、伊達部隊が進路変更をするかどうかの戦いだった。硫黄野の戦い、再び。あ、さっきのが、反転してる。高台にこちら部隊が先に届いてやりやすい方だ。よし、行くぞ。回線じゃあ。こちら関東勢は大体馬を持ってるから強い。兄さんの8型は射撃銃を立てて、天草四郎もいるから鉄砲レベルは8。よしよし、いいよいいよ。やりて敵を下す。この高台にいるのは東道高継ぐ、東道高虎の嫡男、早掛け持ちなので使ってる。高台下にいる敵は酒延べ秀綱、伊達の強い武将、元最上家臣。しかし、矢を集中されてすぐに撤退。そして、高台下にいたこちらの阿賀平忠興が、要衝制圧したら終わった、早かった。よっしゃー、田村さん、勝ったどー。勝って兜の王を締めようんですが、今は喜びましょう。よしよし、やってやったぜ。さあ、楽しみな威風だ。どうなる?大丈夫だよね?我らの名を轟かせてくれよ。よっしゃー、須賀川城が取れた。なんと。これには田村さんもきっちり反応してる。やった、いけた。田村さん救出ミッションが完了、特に報酬はなし。あ、いや、まだ完了していない、従属をさせられるのかどうか。あ、いける、最悪同盟でも助けてあげられるしね。よし、田村さんを従属させよう。家を守るため、致し方なし。いちいち笑えるんだけど。これで、田村さんの領域が緑色になり、こちらが守ってあげられる体制が整った。そして、3年半後くらいには従属吸収ができると思うんだよね。すると、三春城と田村さんが手に入る。ただ、前々からすごく気になってることがあって、幾人かの人群の情報を聞いて、なんだけど、田村さんの勢力って、武将が田村さん本人しかいないんだよね。で、田村さんのこのゲームでの没年設定は1648年、今から約12年後。この状況で大名が死んじゃった場合、どうなるのかって話なんだけど、架空のね、田村さんの子が出てきて後を継ぐんだって、それ面白そうじゃん、できるなら見たいわーって、ずっと思ってた。新生が発売されて、約8ヶ月。田村さんの子を見たことがある人って、この日の元にいないんじゃなかろうか。まあ、田村さんのことなんて、どうでもいいっちゃ、どうでもいいんだけどね、天下に全く関係ないし。さて、どうなっていくのだろうか。続きは次回。では、またねー。